たが、てめえまさか。なんだこの女の用心棒とか抜かしてたのやったな。一歩遅かったようやな。あんた何を守るつもりやったんや。飲むのが遅れたやつに毒がバレて飲まなくなっちゃうだろ。いやー、しかし効果が出るまで時間がかかったので効かなかったんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。ごめんなー、剣持ち。葬式は盛大に開いてやるから成仏しろよ。無関係な人間まで。だって仕方ないだろ。グレン会創設メンバーの連中が集まる席はあったけどさ、関係ない連休も来て飲んじゃったんだから、そこまではさすがの僕でもコントロールできないな。それに象に狂った復讐期ならそのくらいした方がリアリティがあるだろ。民衆はドラマチックなストーリーの方が好んで信じたがるものだ。さてミキコ、最後は君の出番だぞ。カイトを殺せ。そうすれば、ジュンだけじゃなく、お前も助けてやるからさ。何を言ってるんだ。ああ、そうだな。まず、僕の書いたシナリオを説明すべきかな。僕は今夜、この会場にはいないことになった。サプライズゲスト扱いで、数人のメンバーしかそのことを知らないんだ。もちろん、毒が混入された調理場には君の指紋と髪の毛を残しておいたよ。そして屋上からはかつての恋人の射殺死体が発見される。カイトさん、あんたの死体だ。ついでに近々夏目家放火事件にグレン会が関わっていたという事実がリークによって発覚するよう手はずも整えてある。トータルで考えるとミキ、君が復讐のためにグレン会の連中を殺して回った末、
パーティー会場で一気に全員を毒殺。それを嗅ぎつけた元恋人さえも射殺した。そんな感じだね。とりあえず全ての犯人はミキコ君だったね。でもそこで放り出しはしないって。カイトを殺せば1億くれて、その金で海外逃亡してジンとつつましく暮らすのもいいだろ。だが逃げ切るのも大変だ。罪悪感に苛まれ生きていくのも辛いだろう。だからおすすめはカイトを殺した後君もここで自殺するってシナリオだね。なんだと？おすすめのシナリオを理解してくれるなら、ジュンにはボーナスとしてさらに1億渡そう。そのくらいは父親としての責任を果たすつもりだよ。殺せ！さあ、カイトを殺すんだ！人を殺す覚悟ならできてるんだろう？ぐずぐずしてると本当にジュンが死ぬぞ！